こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。シルバープリテンダー前に行きそうです。シュアジュピター、それに続いています。さらにはノーザンストーン、3番ワイルドメーカー、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシルバープリテンダー、その隣にシュアジュピター、その外からノーザンストーン、好位置をキープしています。大気ブリザード、その外からキャプテンフォルテ。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。それでは先頭からシルバープリテンダー先手を取りました。キャプテンフォルテ、それに続きます。大気ブリザード、好位をキープ。スパイタレント、それに続いています。黒の帽子、シュアジュピター、その後ろ。ファイティングミサイル、すぐ後ろ。その外にアメリカンピス、青の帽子、サマードーム、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はキャプテンフォルテ、2番手は大気ブリザード、絶好の手応えです。シルバープリテンダー3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって大気ブリザード、残り 200m、 後続を引き離す。大気ブリザード、足色は衰えません。2番手はファイティングミサイル、大気ブリザード先頭だ。大気ブリザード今ゴールイン、段違いの強さです。大気ブリザード1着、2着はファイティングミサイル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。サファイアフォワード、前に行きそうです。サドンコンサート、それに続いています。さらにはウィナーズジュノー、7番サミーワイ、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはサファイアフォワード、並んで6番ミッドナイトエクセル、ウィナーズジュノー。この馬もこのグループ、すぐ隣にパーフェクトグラウゲン。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。前に戻りましょう。サファイアフォワード、先手を取りました。サドンコンサート、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。それでは先頭から、先手を取ったのはサファイアフォワード、さらにはサドンコンサート、ピンクの帽子、パーフェクトグラウゲン、その後ろ。先頭は依然としてサファイアフォワード、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。トロットサンダー、サファイアフォワード2番手に控えました。さあトロットサンダー、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。トロットサンダー先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はグリーンテューン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって川内トリビュート、残り 200m、 後続を引き離す川内トリビュート、足色は衰えません。2番手はマリーゴッド、川内トリビュート1着、川内トリビュート完勝、川内トリビュート1着、2着はマリーゴッド、これが世界の実力だ、川内トリビュート。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったライデンリーダー、ライデンリーダー先頭、2番手はイブキニュースター、追いすがります。あと 200m、 ライデンリーダー先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はイブキニュースター、ライデンリーダー1着、ライデンリーダー完勝、ライデンリーダー1着、2着はイブキニュースター、ライデンリーダー見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。